工業高校あるある。よっしゃ来い。他の学科が何をしているのかわからない。教室が隣でもマジで別世界。ポケコンでカンニング。もう今はポケコン使わないんだってよ。どんなヤンキーでも作業着はきっちり着る。じゃねえと命に関わるんだよ。女子との交流が少なくて感覚が麻痺。あの子本当に可愛いのか。着替えは女子より男子の方が気を使う。男子の着替え見てキャーとか言う女子はいねえぞ。問題、原動機実習室はどこにある。え、そんな教室あんの。謎の教室が多くて迷いやすい。ただの工業高校の日常第2巻発売中。ってただの宣伝だったのかよ。